ブローラーのお時間になりました。本日のテーマ、元旦に発生した令和6年能登半島地震について思うことということで、もうニュースでね見られた方多いと思うんですけども、1月元旦ですね、なんと地震が起きまして、ちょっとね衝撃的でしたね。元旦に震度7ですかね、今回結構多かった。でその石川に住んでるお客さんいるんですよ。勤務研究所を僕やってる、メンバーシップで勤務研究所っていうのをやってるんですけども、そのメンバーの方でね石川に住んでる方いらっしゃって、去年か一昨年ね石川県呼んで、で一緒にコラボでそのメンバーシップのライブ一緒にやったメンバーの方いらっしゃるんですけど、でまあインスタの方でね無事ですみたいな投稿してたんで良かったんですけども、いやーでもねまあその被災地の近くとかもなんかね僕も全部見てないですけども、なんかまあそう火事ですよね、まあ火事がすごかったのと、あと家も崩壊しているところもあったりとか、まあまだねそのまあこのブロラは2日の夜に公開されるので、その頃にはもういろんなまた情報出てると思うんですけど、これ収録してるのが元旦に収録してるので、そう2日にまあこれすいません2日なんですけどね、収録日はちょっと元旦に収録してるんであれなんですけど、まあ結構ねまたいろんな情報がまた細かく出てくると思うんですけども、いやーまさかこの元旦にねこんなね結構大きいですよね地震的にはね7 で結構僕も映像見たんですけど相当揺れてましたよね。だからブログで書いたのは要はまあ元、ね、人間がねカレンダー作ってね、人間様がなんかお正月だみたいな感じでただ盛り上がってるんですけど、自然界においてはね元旦だろうが全く関係ないですよね。元旦だからちょっと地震はちょっとずらすしてあげようとかね全くないですよね。いつ来るか分かんないですよね。それが大晦日なのか元旦なのかもいつ来るかやっぱ分かんないので、やっぱ自然の猛威っていうのはやっぱどれだけ文明が発達してもね自然っていうのはやっぱ強えなというのは思いましたよね。でブログで書いたのは、まあ、結局やっぱ何が起こるか分かんないんで、ね、多分、まあ、今回の地震で亡くなられた方も出てくるんじゃないかなとは思うんですよ。だからね年明けた今年からはだからね、その今回の地震で亡くなられた方がこう出てきてるんであるならば、多分年越せたな、今年はこんな年にしようみたいな感じだったわけじゃないですか絶対に。でそれで地震でね亡くなられてしまったらって話じゃないですか。いつどうなるかやっぱ分かんないんで、今僕はこうやって収録して生きてますけども、僕もやっぱ生きてるかどうか、ね、交通事故にあったりとか、あとね、まあ、災害ですよね、こういった災害に遭うか分かんないんで、やっぱ大事にしないといけないなと思いますよね。ちゃんとやるべきことやって、でどんどんもうやっていくってことしかないんですよ。未来のこと予測なんかできないからね。どうですか、予測できた人います？元旦にこんな地震があったみたいな、で元旦にこういう地震があるから避難しとこうみたいな予測できた人いるんですかね。多分いなくないですか。だから普通の人間だったら、まあ、無理だと思うんでそれできないじゃないですか、何が起こるかなんか未来で予測できないんで。だからまあ本当に自分がやるべきことをしっかりやっていくっていうことしかできないからね。やってほしいなと思いますね本当に。僕はもう淡々とやるべきことやりますからねマジで。今年はまあセミナーやるって決めたし、それももう絶対、それはまあ去年の反省を生かして絶対やるっていうのを決めたし、でお正月キャンペーンもねもうやるって決めて、でもう実際もうやってますから、売ってますからね。まあでもね今回こういう地震があったんでちょっとゴリゴリセールするのはちょっとセールしづらいんですけど、ただやります。そう、僕はこれで飯食ってるので、まああとは今回の商品もいいので、レターもねまあちょっとまあふざけ半分に書いてるとこはありますけども、まあちゃんとまあ書けたかなっていう、まあ去年を統括してまあ結局行動できてない人が多いので、
どうですかね、行動ちゃんとできてますっていう話で。まあ、L の部屋もやってね、まあ、買い取りアップキャンペーン以外の時は、野汁太郎さんとか、稲川のおっさんさんが多いですけども、まあ、買い取りアップキャンペーンすると、いろんな方、やっぱ来ていただいて、まあ、お悩みがやっぱ行動できてないっていうところなので、まあ、そこはね、やっぱ変えていただかないと、まあ、今年も結局難しいんじゃないかなと思いますね。本当にサラリーマンマインドで成功するのは、マジで無理ですからね。もし可能だったら、それをやってほしいですけどね。サラリーマンマインドでも成功しました、みたいなね。僕はちょっと見たことないですね。サラリーマンマインドで、サラリーマンマインドで社長になって成功してる？もう社長マインドや、みたいな話なんだけど。そもそもサラリーマンマインドだったら起業しねえよって話なんで。どうですか？サラリーマンマインドだけど起業してるってあんまないと思うんですよね。起業しないのがサラリーマンじゃないですか、そもそも。サラリーマンという道を選ぶ考え方じゃないですか。ね、そもそも論として。もう社長を選ぶ時点でサラリーマンマインドではないですよね。社長っていう道を選ぶわけですから、企業っていう道を選ぶわけですから。だからまあね、今の、まあほとんどでもね、9割の人はやっぱサラリーマンとして、まあ会社勤めして給料もらうっていうやっぱ生活してますから、やっぱそこから抜け出したいっていう人がほとんどなんですよね。まあ僕がこういろんなお客さん対応しますけど、いや、吉谷さん、僕一生今の会社で、職場がいいんで、一生ここで働きたいですっていう人はあんま僕見たことないですね。聞いたこと。最終的にはっていうセリフを何度聞いたことか。いや、吉谷さん、最終的にはって何度聞いたことかわかんないですね。もう相当聞いてきてますけど。だから結局最終的にはやっぱ自由な生活、会社辞めて自由な生活っていうところをやっぱみんな憧れてるし、そこを目指してて。だけど、結局、やれてないっていうね なんでね、自己実現したいんだったら、もう本当にどんどんやってほしいなと。で、やるためにはやっぱ、マインド、考え方がやっぱ必要だと思いますので、考え方がやっぱ足りてないなと思う方は、僕は今回セールスレターでね、カイジのちょっと入れたんですけど、カイジのあの考え方もね、あの考え方があるから、ビルを傾けられましたからね。あの考え方なかったらビルを傾けるなんて結果を得られなかったですからね。なんだっけな。一条だったかな。ビルごと傾けてきたみたいなね。ビルごと傾けてきたみたいなね。そう、まあ漫画の世界ですけども、あれは漫画の世界なんだけど、あの視点。だから僕あのシーン好きなんですよ。カイジが、おっちゃんにね、攻略法を考えてきたみたいな。で、これだったらどうだっつってね。で、カイジが言って、おっちゃんがビビるわけですよ。カイジ君、それは、天才的な発想だみたいな。そんな着眼点誰もねえみたいなね。まあ、そりゃそうですね。ビルごと傾けるなんていう発想ねえだろうし。いや、あのシーン僕好きなんですよね。天才的だみたいな。馬鹿げてる。馬鹿げてるけどすげえみたいなね。本当馬鹿げてますけども、アニメだからなり得るんだけど。でもあの考え方はね、僕は好きですね。でも結構ね、カイジって土壇場でね、めっちゃいろいろ考えるんですよ。あれが好きなんですよね。なんかすげえ考えるんですよ。だ班長のその賭博、そのサイコロのやつを見破ったのもやっぱ考えて、これもしかしてこうなんじゃないかみたいな。そう、あれ、カイジがなんか攻略していくときに思考、カイジの思考がこう動き出すんですよね。まあ、本当考え方っていうのは僕はいろんな勉強してきて、いろんな人見てきて、やっぱ考え方って本当に大事だなと思うんで。でもね、どちらかというとみんなハウツーが好きなんでね、まあそれはしょうがないんですけど、具体的にどうやって稼げばいいのかみたいな。だけどマインドも大事なんで、どっちも大事です。でも、どっちが大事かって言われると、僕はマインドが大事って言いますよね。だマインドがあれば、いくらでもその応用が効くので、でもそのやり方しかしなかった。だからマインドがなくてね、そのやり方でしか稼げませんってなった場合、そのやり方がね、だからね、露骨に出たのが多分トップバズとかね、直近、ここ数年で言うならば、トップバズで稼いでましたっていう人は、トップバズなくなったんで、すいません、トップバズなくなりましたみたいな。
そのノウハウハウツーで稼いでた人でしょうね。マインドがないけどトップバズは稼ぎやすかったから、トップバズで稼げてました、なくなりました、はい終わりで、他もう応用聞かないって話ですよね。でもマインドがあれば、稼げるマインドがあれば別に横展開いくらでもできるし、別に違うのやっても多分結果出るんですよ。だからまあ土台である、まあどっちが大事かっていうと、やっぱマインドが大事かなと僕は思いますね。なぜならば応用が効くっていうね、これハウツーのこれで稼いでましたっていう人は横展開できないんですよ、なかなか。まあそれはトップバズが分かりやすいかなと思いますけどね。ちょこちょこやってね、なんか稼いでましたみたいな、でなくなりました終わりみたいな話で。はい、あそうそう、あそうそう、まあトップバズで思い出したわ。そうトップバズで思い出したあの実はね、僕昔そのトップバズやってたんですよ。でやった理由が、なんあの一応僕ね、そのトップバズの VIP だったんですよ。その代理店からやってみませんかってオファー受けてて、ああじゃあやってもいいかみたいな、でなんか VIP 単価だったんですよ。でそれで一応 VIP であって、でじゃあ実際にゴーした理由としては、要はそのお客さんがなかなかやっぱ結果が出ないっていうところで、もうこれめっちゃ稼ぎやすいやんと思ってね、僕もちょっとやったらもうすぐ稼げて、あこれめっちゃ稼ぎやすいなと思って、まあ案内したんですよ。で案内したしてからちょっと経って、全然稼げませんっていう人が出てきたんですよ。これで稼げんのかっつって、でその後、あ最初セミナーで言ったのかな、トップバス一番最初多分セミナーでなんか言ったと思うんですよ。でその後なんかトップバスでなかなか稼げませんみたいなことが出てきて、それでじゃあ本当にみたいな、いや稼ぎやすいと思うんだけどなと思って、でやったんですよ。でやって、でまあ実際に実績出したんですよ。確かね13日で15万とかいったかな、どうですか、13日で15万とかいったような気がする。でしかもその時にその鹿児島合宿来てる人がいて、その鹿児島合宿来てる人の目の前でトップバズに投稿してバズらしたんですよ。バズりましたよみたいなでその人もトップバズやっててね、こういう風にやり、これやりました、ほらめっちゃ回ってますよみたいな、もう目の前で見せましたからね。そう、だけどなんだろうな、なんかあの結局トップバズなくなったわけなんですよそう、だから僕なんかね別にそのなんだろうな、まあ僕はちょっと経験があるからな、いろんな経験があるから、ちょっと僕の話はしてもあれか、でも応用は効くんだよ本当に。結構マインド土台があれば。はい、まあということで、まあちょっと話は脱線しましたけども、本当にね、お正月2日目ですけども、この放送はね、いろいろありますね。はい、もう本当ね、被災された方はね、ちょっと寒い中大変なお正月お過ごしされてるとは思いますけども、まあどうしようもなんないですからね、自然のせいにもできないしねふざけるなみたいなね、まあ、自然のせいにしたところでどうもこうもなんないからね。そう、明日は我が身ということで、まあやっぱねこういうことから学んでいけるかっていうのは大事かなと僕は思いますね。阪神淡路、僕だったらあのブログにも書きましたけど、阪神淡路ね、めっちゃちっちゃい頃ですけど、あの高速道路が倒れて高速バスがね落ちそうで落ちないみたいな、あの絵ですよね。あれはもうすごかったし、あと東北ですよね。もうあれからもう10年以上経ちましたけど、津波すごかったですよね。あ、やっぱね、学んでいかないとダメですね。本当に。僕もセミナーやるにも、去年反省してやれてなかったなっていうことで、今年は絶対やるぞって決めてやるんで、いろいろ学んでやっていきましょう。それしかないですから。あとはまあ、今日生きてることにやっぱ感謝ですよね。なんかその生きてる、普通に生きてると生きてることが当たり前になっちゃうんだけども、やっぱ今日生きてるっていうのはね、ありがたいことなんで、で、そのありがたいことをしっかりと噛み締めて使ってんのかって話ですよね。使いたくてもね、死んじゃったら何も使えないですから。
まあ、ということで、まあ、ちょっとね、元旦からちょっと悲惨なニュースがこう流れましたけれども、全然ね、その、揺れなかったよとかね、全く関係ないよっていう人もいてると思いますので、やりましょう。やるしかない。はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。